チキラドンでジュンです。今回は国岡ステファニーベース、クラッシュ e スポーツというわけでね、こちらラッシュ GG っていう大会になります。1回戦だったかな？はい。というわけでね、早速やっていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行は対戦相手、ウルトラからですね。さあ、クイヒーラバルというところで、6時、ウィズトーンのところからクイーンスタートで。まあ、シンメトリーの配置なんで、ぶっちゃけどっちで行ってもいいんじゃないかな、みたいなことを考えたクイヒースタートでしょうか。さあ戻っていって6時側に入り込んでいくと、さあホーミングチェックもバルーンを出していきつつ、さあ巨爆も出て結構火力も高くなってくるところなんですが、これは迫撃砲しかないので、まあ左に行くと信じて出したヒーラーですが、ちょっと逆サイドへ、これちょっと辛いね。あ、テスラ発見。さあトルネとレイジが、トルネットね、テスラが生えてきたような状況。突撃艦投げていきましたね。これプラン的にさすがにこのプランかな。あーもう逆にテスラに助けられたような挙動だな、これは。さあ突撃艦を投げ込んでったことで、これはマルチ IT をケアして、さあ援軍の方もね、結構突撃艦の距離感が近かったので、まあイエティについたラバハウンドっていうわけではなく、クイーンの方に直に来てくれたので、これは非常にスムーズな流れになりましたかね。これワンチャン内側入ってしまった時にあれだからね、ラバがイエティにくっついちゃって、クイーンがそこを追っかけて変な挙動するヒーラーがマルチ IT の範囲内に入るとか、まあ比較的スムーズに折れたので今回は問題なさそうですが、さあ、ウォールブレーカー投げつつ、キングもサイドカットへ。ここはいい位置についたなあ。さあ、ホーミングがヒットしますが、フリーズはキングのためにまずシングル IT。さあ、ここでフィストを使って一気にタゲを散らしつつ、シングル突破。タウンホールの方も問題なさそう。10時、12時の方からね、1時、2時とラバルを開始していきましたが、早くもラバーハウンドは溶け切って。さあ、ここはフリーズですが、まあ、投石にしかかからず、ここで最初にトームをかけていって、まあ、ストライカーも混ぜていったことで、ロイヤルチャンピオン延命中、クイーンの方、インビジブルかけましたが、クイーンは落ちます。これはでかいね。回廊配置でクイーン落ちると、奥のワンプッシュがね、伸びないからね。さあ、シングル、エアスイゾーンが残ってくんですが、大量のバルーン、逆にシングルというところがこれは、フリーズもしっかりかけきる。さあクイーンを処理することができるかどうかというところなんですけど、さすがにロイヤルチャンピオンを延命されてしまってはこれはいかれるか。さあ時間との勝負ですが、微妙なライン。さあウォールブレーカーで開けてからのスニゴブ回収、すごいな。回収にスニゴブ残してたのか、それともサイドカットで使う予定を忘れたのか、まあ、はたまたねリカバリーのためのスニゴブだったのかもしれませんが、これがかなり効いてるな。どうだ、時間的には微妙なラインだけど、いや、ギリギリかっさらわれましたね。さあ、初手クラウスというところで、さらばからの突撃艦。まあ、この配置はね、レジェンド配置とかでもね、結構出てきますよね。まあ、ヨーロッパの方の ESL ラダーでね、使われた配置になっておりまして、Twitter とかでもね、配布、リンクがね、配布されていった配置になっております。さあ、まずはトツイーティ、レイジもかけつつ、まあ、ラバーも使ってね、大きく6時サイドを削りに入ります。まあ、パピーとかも生まれつつ、アーチャーでまずは6時に寄せつつ、クイーン、スダシ、ストライカーかから、これは打てるか、しっかりと打てそうですね。ギリギリですが、問題なく。ジャンプも入ってるので、これはタウンホールまでという流れかな。さあ、ラバ、弾け飛びましたが、これはちょっとね、やっぱユニコーンの回復力がね、少し落ちたというところで、まあ、完全回復まではいかず、まあいいバランスな気がしますけどね。まあテスラがしっかり見えたというところに対してバルーンを当てていく。サイドカット。ラバまできっちり破壊していくと。まあテスラの位置も変わらなそうですね。さあクイーンとクロスのターゲットがクイーンの方に入ってしまって、ここはフリーズはかけず、クローク。ここでクロークを使うとタウンまで伸ばすのがかなり厳しそうですが、いかがでしょうか。さあアイゴレ、ロイちゃんで9時サイドカット。ここはそうですね、マルチ IT のターゲットがクイーンに入るだけでも痛いので、ここはフリーズをかけ続ける。
なかなかキングがクイーンのための前衛として働いてくれなそうなラインなんですが、どうでしょうか。さあ、クロークがないので、これはタウンまでは伸ばすのはかなりきつそうですが、ここもフリーズかけてって取るね。きつい。逆サイドの第一クロスに捕まってしまい、これはタウンホールは残りそうですね。さあ、リクスケルトンが、先に降りる。さあ、タウンホール自体は起動していって、ここはフリーズじゃない、インビジブルをかけて、ロイヤルチャンピオン能力残った状況で入り込みましたが、どうでしょうか。さあ、フリーズまでかけてくが、フリーズを外してしまう。ラストフリーズも外すとなると、これはさすがに諦めて。さあ、ちょっとバルーン角度変えて、ウォーデンも、タウンホールケアをできるような位置から、さあ、追い流していきつつ、フリーズ。さあ、ヘイストに乗って、お、早めにトムかけましたね。これはラバハウンドがトムかかるラインだったというところで。まあ、さっきね、この位置にはトルネがあったんですけど、ヒーロー部隊で解除してるので、なんとか奥の安いまでは折れた。が、しかし、やはりこのマルチ IT が重いですね。まあ、ラバはね、トムもかけた。甲斐もあって、残ってはいるんですが、なかなか内側に入らない。レイジ5発のうちね、レイジ5発のうち4発をヒーローパートのために、かつインビジブルもね、使ったりっていうところだったので、まあ、呪文最短ですが、その分、タウンホールまで落とせなかったっていうのが痛かったですね。90%。さあ、クラッシュドラ、出ましたね。イエティスパビズ、出たよ。さあ、イエティスパビズ、コウモリ。ウッドランチャーも変わらず、回路陣、まあ確かに6時、下側がね、あんまり範囲ダメージのものが置いてない。かつ、内側も一応シングル IT というところで、こっからの入りなんでしょうか。さあ、かなり早めにかけてって、どうなんだろうな。ダイヤモンド陣には結構初手トームは強い気がするけど、回路を見てて初手トーム、危険な気がしますけどね。ああ、スパイズが巨爆で。おや？クローク。さあ、タウンホールはここはインビジブルで使っていってトルネード出てますが、どうでしょうか。クイーンが隣のマス目入っちゃってますね、これ完全に。しかも、これ、穴開いてるぞ。さあ、フリーズかけますが、さすがにそれは苦しい。タウンホールの方には戻らない。来ましたね。フリーズ、コウモリ。さあ、タウンホール落とせるかどうか、これが残ったらほぼ、星1防衛となるとめちゃめちゃでかいですが、いきなり逆転のチャンスか？うわ、えぐ。無慈悲な投石が入りましたね。しかも大工4個ってところで、タウンホール全然これ落ちなかったですね。大工強いなぁ。そもそもコウモリはね、タウンホールに対してはダメージ半減ですからね。非常にいい。ナイスボーイ。さあ、しかもパーセントも 73% ってなると、まあ、ほぼ、ここでもし、こけても同点ですからね。さあ、突撃艦にストライカーが当たらないようにクイーンの方でストライカーを呼び寄せていく。うまいですね。突撃艦がね、ストライカーから殴られるとね、ノロノロ効果が入って移動速度遅くなってしまいますからね。さあ、タウンホール区画はね、かなり火力の低いエリアではあったので、まずはタウン突そのもので落としていきました。まあ、特に呪文も使わずゴブリンだけで確定させていくと美味しいですね。結構ね、タウン突の基準とかもあったりするんですけど、タウンホール突した後にルートが綺麗にできるかどうかとかも、なんだろうな、その区画にある防衛施設がそのまま残ってたら、あんまりメリットとして、なんかタウンホールだけ落とせたよねっていう流れ、まあそれでもいい戦術なら別にいいんですけど、プラスアルファで、なんだろうな、第一クロスとか、まあ、アーチャーとは大砲、対空砲残ってるよねって考えたら、結局その区画って、タウンホールだけ落とせただけでね、厄介な施設は残ってることに変わりないので、最終的に結局ね、ユニットたちで取りに行かなきゃいけないので、そうなったらなんだかんだやっぱり、クイヒーラバルとかではね、そこをタウンホールにラバルをして取りに行くっていう形。まあ、それが、そっちの方がね、絶対強いので、例えばクイラバで、
タウンホールがそういう区画のところに対してタウントツが行われないっていう理由の一つですね。さあ、これ真ん中マルチ3本あるんですが、そこに食い火ぶち込んでいく流れですね。さあ、ロイヤルチャンピオンも軽く処理をしていきつつ、マルチ IT もこれは簡単に処理できましたね。安いもったので、ライダーパートもかなり安定しそうですが、トムはしっかり貯めていって、ロイヤルチャンピオンも角度を変えて2時からクイーンしっかりクロックで見えてます。相手のクイーンと当たったタイミング、クイーンクロックからのここ、レイジストライカーに乗せてキングも処理しつつ逆サイド。ストライカーだけがちょっとレイジに乗ってないですね。タイチクロスにしっかりフリーズをかけていったことでキングを落とし切りつつ、ロイヤルチャンピオンも合流ブーメラン。強い。さあ、仕上げにクイーンの方をインビジブルで隠していきつつ、そうすると呪文がまだ残っているよと。フリーズ。ちょっと外してしまいましたが、レイジをダメ押しフィニッシュ。どうだ？ロイちゃん落ちちゃったけど、この対空砲もしっかりフリーズと、まだ呪文もありますね。さあ、時間なんですけど、10秒ちょっとあるので、これも間に合いそう。間に合いますね。ガーサス。さあ、一気にこれで大逆転と。押し位置正義だな。さあ、マク読めない。ビオニクマク。なるほど。さあ、クイヒレバル。さあ、突撃艦をこれはロイちゃんに落としていくイメージか。なるほど。ロイちゃん対空持っていって、まあ触れない対空砲を追っていくことでヒーラーからの横打ちを防いでいくというところ。このね、1体しかいないストライカーに対してフリーズいかなきゃ、打たなきゃいけないの、マジ理不尽よな。これがね、防衛ストライカーの強いところ。さあ、金庫、ダクエリタンクあたりにスニゴブ投げ込んでいきましたが、大量のリクスケルトン、これをキングの方に寄せていく。そして、まとめたところをバルキリーで処理と。さあ、イーグル砲が、まあ、結構ユニットも使ったしね、突撃艦も使ってるので、早くもイーグル、しかもここには巨爆も結構あるので、キングだいぶ削られてますね。さあ、テスラモリを引いたので、これはキングが伸び悩みますが、クイーンの方はルートがかなり綺麗に取れていそうですね。マルチ IT の部屋にしっかりクイーンを誘導しつつ、いいホーミングチェックではありますね。奥の方までこのバルーンは伸びそう。ああ、しっかり取られちゃいました。さあ、1マス空いてるので、これは投石も折れてるし、ET で折れたんか。オイバルーンもしっかり奥まで届いていって、このクイヒールートは強いな。ただでも結構バルーンも投げ切ったんで、15体しか本体バルーンがいないと。下から行くんですね。クイーンと合流していく流れかと思ったら、クイーンは内側の方にくるっと戻っていきまして、無駄にタウンポイズンを浴びていきます。さあ、シングルITも受けてったので、これはフリーズ、インビジブル。そうだね、確かに。さあ、これでクイーンの方は、安泰になっちまったな。イーグルクロー、そうですね、イーグルフリーズからのクイーンクロック。こうなるともう呪文なくてもロイヤルチャンピオンが止まらない形が出来上がると。いや、強いな。確かに外この音ツイエティは強いですね。さあ、ロイちゃんブーメラン残っていって、しっかりガーゴイル。バルーンも残されて前回ガーソスと。これうまいね。さあ、ブーメランわっしょいしょいと。圧倒的だ。いや、これはすごくいいと思います。さあ、ガク。おー、珍しいですね。ゴーレムの入ったスーサイドラバルって流れかな。まあ、ゴレと、まあ、ウッドランチャー入ってるってところで、なるほど。まあ、結構クラウスがよくやるようなタイプの、そうですね。ゴレムからのクイーンでサイドカットしつつ、隣の9時投石クイーン部屋の方にクイーンを誘導。イーグルの方にキングウッドランチャーで、ウッドランチャーの方で真ん中マルチまで見ていきつつ、ロイちゃんはどこ出しますかね。隣の投石まで行くんかな。さあ、9時区画かなりリクスケもテスラも多く出てるので、こちらの方もリクスケルトン置いて対応。ゴーレムはすでに溶けてしまっている。タイチクロス硬いね。さあ、ジャイロイちゃん来まして、これは投石の方狙ってますね。クイーンは
だーのー、あぶ、いや、残りの。さあ、クインク6投石まで伸ばして、真ん中マルチ残って少し大工に直されてるんですが、イエティがしっかり内側に入ってくれます。さあ、ロイちゃん残ってるんですが、相手のロイちゃんとちょっと、手を取られ、これはストライカー来るよ。インビジブル見えてる。ただ一発受けちゃったっぽい。先にブーメラン打ちましたね。さあ、ロイちゃんはここ、しっかり処理をしていきつつ、結構削れたよ、これは。美味しいね。さあ、ラバルは9時から行きましたね。9時、10時ぐらいから。さあ、ウィズ島も残ってるので、バルーンは少し厚めにやっていきつつ、タウンホールの方からラバルと。さあ、まずは一旦フリーズをかけていきつつ、レイジもフリーズもヒールも、いろいろありますね。さあ、追いラバしていきつつ、ここでヘイストかけてからの、トム。結構落ちたな。さあ、ここはどうだ？ヒールを合わせていくか。ただ、2時の方もそれはそれで重いですね。マンルチ IT の方が、安い打たれて、オーデンもついてない。さあ、こっちにヒールをかけていきます。ちょっとラバルパートが難航しておりますが、両サイドで挟み込むような形になっていって、ウォーデンは落ちました。さあ、トルネも出てきましたが、最後、やはりね、最初ラバ2体が、対空砲が折れてね、ずーっとタンクをど真ん中でしてくれるような形になりましたので、これはシングル IT もしっかり、パピーの方でタゲを取って突破と。ん？防衛ラバやん。あれ、いつの間に割れてた？混じってた？さあ、ポイズン2枚あるので、とりあえず1枚ぶっかけつつ、もう1枚かけていって、まあ、ストライカーも予備で持ってきてたみたいですけど、残りましたね。ガーサス。さあ、クラッシュチャーリー。スーパーボーラーですかね。回路配置にスーパーボーラー。さあ3時の方をウォーデンでやりつつ逆サイドシューターで投げ込んでいって、ウォーデンのサイドカットにベビードラ使うことで、まあがっつりウォーデンを内側に入れていくというイメージ。対空まで降りたいのかな。うん、始めない。さあ大砲に挨拶をしていきつつ、挨拶をしただけと。さあ逆サイシューターも対空を追ってくれるとルートは綺麗になりそうですが、強い。さあレイジフリーズジャンプからのピーストからのトム。さあタウンバック派にはちょっと早い形にはなりましたが、これはトーム中にタウンは落としきれませんでしたが、ヒーラーが、いやでもこれ結構溶けそう。いいね。うん、ボーラー全部消えたね。さあ、ポイズンは、クイーンとウォーデンの方に入らなかったんですが、ここで使っていって、本体全滅。さあ、レイジかけますが、やはり安いが、一生ヒーラーの回復を阻害してますね。さあ、クロークトルネからのジャンプで最終区画繋いでいきますが、ロイヤルチャンピオンも早めにブーメランを打たされていって、ここでとどめの赤枠ずっとんと。これは GG だね。いや、素晴らしい。割とね、相手からするとプラン通りの攻めができてた入りにはなってたんですけど、この攻めは通らないと。まあ、回路配置には結構スーパーボーラーがね、強いユニットとして、いるわけなんですけど、今回の場合はボーラーバンドも奥までは届いていなかったっていうところと、そもそもスーパーボーラーがね中心部で全て溶けた。トムもちょっと早めに打たされたので、キングを守りたいから早めに打ったと思うんですけど、うん、パーセントもめっちゃ低い。71?71。さあ、ホッサン。
スケルトンインビジブル、コウモリ。クエイクも1枚入っててシューターに切り替わったのでタウンシューターになりそうですかね。真ん中マルチなのかな、コウモリは。さあ、バーバリアンでまずはテスラをチェックさせていきつつ、シューターからの捕鯨、バーバリアンからのバルーンを投げていくことでしっかりと迫撃砲を潰していく。シューターの前準備は OK、 来ましたね。さあ、そうですね、虹側の方の真ん中マルチの方をかけていきました。距離が近すぎてなかなか難しいしね、真ん中は。さあ、しっかり通りまして、クエイクタウン起動。大工もいるんでね、近くに。うーい、逆サイドゴレキングクイーン。うまい。さあ、ロイちゃんが殴ってくれたおかげでキングが内側入って、これでキングの方で投石まで行きたい。強い。あ、クイーン入ってきた。強っ。いや、入ってきてくれた方が強いな、これは。これこのままイーグルまで行ったらめちゃくちゃ強いな。金山切りに入るかな。さあ、バルキリーは追加していくか。さあ、タウンホールのちょっと破壊を待ってますかね。さあ、これはクイーンと合流する形でラバルの方をスタートしてきました。さあ、1体目のラバーはホーミング吸いつつ、イーグルの竹も取りつつ、さあ、クイーンはクロークを使っていくことでキングを一瞬で処理しつつ、ここは合流できそうですね。さあ、おいでラバーからのストライカーを投げ込みつつ、ロイヤルチャンピオンを上サイド。これちょっと早かったのもあって、タウンホールのポイズンを受けてしまいそうですが、一気にラバルトーム。さあ、ロイちゃんはシングルのタゲをひたすらシューターから出てきたバルーンが取ってくれているので、これはロイちゃんの方にシングルが入らず、最終区画までやってきました。さあ、投石の方はフリーズからのヘイスト。ちょっとフリーズかけましたが間に合わず、ただ、バルキリーベビドラで裏から差し切りましたね。強っ。これは圧倒的。ガーサス。さあ、クラッシュダニーさん。突びつにジャンプが入ってますね。さあ、タウンホールの方に打ち込んでいって、うん。強っ。いい。おぉ、ラバも割れた。気持ちいい突入だな。タイチ、ナイス。ただ、援軍の方は、ポイズンで一瞬で処理をされていくと。ジャンプは、あ、でも、ウォールブレーカー2枚入ってるのか。マルチアケ、ウィー、ウォーデン。マルチアケ。まあ、呼びかな、じゃあ、ウォールブレーカーは。クイーン、すごい戻ってった。キングがだいぶ走っちゃったので、先にここはフリーズを使っていくと。これ、ウォーデン、キング合流できないとなかなか辛そうな展開ですが、合流してしまってギリギリトーム。さあ、ジャンプ真ん中へ。いや、強くなりそう。さあ、遅れてロイちゃん出していくことで、クジ側もカット。強いな。さあ、ラバルパート、そうですね、上から来ましたね。ラバルパートは、安い、逆らうような形にありますが、合流型を選んでいく。
シングライティの方にフリーズをかけていきつつクイーンも伸ばして真ん中テスラをこれで回収されちゃいますね。オーデンが強えな。さあ投石を一気に突破されて中心もキャバクトーとありまして横打ちもシングルからのね竹が入ってて、どうだこれ守れるくね。キワイ攻撃ロイちゃんが強いですが、ロイちゃん対決なるんだ。いやー微妙。太一頑張れ。キングもいるしな。さあこれはウォーデンゾー強いぞ。ナイス。まあ理想的な形で合流できなかったですかね。トンもちょっと気持ち早いかな。フリーズもねアイゴレンじゃなくて自分でフリーズ打たさなきゃ出た形だったし、まあシングル IT って絶対に打てないんでね、あそこクイーンでは絶対に残る場所なので、まあトツビズの反射ダメージがめちゃめちゃ綺麗に入ってたまたま折れるみたいなことがなければね。さあ5人目、もうすでに星数の方では並んでるのでね、星1でも取れば勝ちが確定という非常に楽なラストタックになってきます。さあまずは6時側からクイーンスタート。さあウォールブレーカー5枚と少し多めな分スニークゴブリンもちょっと多めにし、まあ、代わりにねドラゴンライダーが2体しかいないというところで本体ユニットはかなり薄めになっております。巨爆。これはシューター用ですね、この巨爆。さあロイヤルチャンピオンも割と美味しく拾えつつ、さあキングやってまいりまして、サイドカットからのウッドランチャーを流し込んでいくと、これはオーデンアーチャーターをオーデン竹取ってたの。あーマジか。だから減ってたんだ HP。 なんでこれ HP 減ってるのかよく分からなかったんだよね、攻めた時。さあターンホールちゃうわ、シングル IT 打たれながらのね援軍処理なのでしっかりストライカーの竹っていうのをね見てあげないといけません。はい、ストライカーは先に打つことができるようなタイミングでフリーズがね止めれたのでここは問題ないと。でシングル IT これギリギリですがロイヤルチャンピオンの方でもタゲを取りつつ突破することが問題なくできました。さあ9時の方からもう来たねバルーン部隊と、もう10時側から合流してってライダーも2体追加で出しております。さあウォールブレーカータウンホールの方へ、さあスニーゴブサイドカットも入れつつ、ちょっとテスラ森の方にバルーン捕まっちゃいましたね。まあとはいえ、ああロイちゃんのブーメランそっち飛ばないで、さあウォールブレーカー2連で投げ飛ばすことでこれはなんとかタウンホールの方に誘導ができそうだったんですけれど、これはね上釣られますよ。あーこれね安い隠せてたと思ったんだけどちょっとダメだったね。だからレイジずれちゃった。はい、ちょっとイングがずれたんでね最後締めが少し微妙なラインになっちゃいましたが、まあこれはもう食い火死なないしイエティも死なないですね。勝ちです。これはあれか、多分ユニットも結構残ってるし、まあ結構スピーディーにねやってった形、まああとはクラン城回収でゲームセットと。まあ最近結構本体の少ない形でのね食い品も多くなってきてますが、やっぱドラゴンライダー 2,3 体でも十分ですね。はい、というわけで終了しまして14対11というところでお疲れ様でした。見事勝利です。はい、まあ1回戦なんでね、まあ簡単に勝たせていただきつつ、そうだな、まあ結構陸編成でね回廊陣突破する編成っていうのがやっぱ今現状スーパーボーラーが大ヒットなところ、まあ最近見つかったイエティスパービズみたいなところは結構どっちかっていうとダイヤモンド陣ねとか、やっぱ回廊にウッドランチャーがあんまり刺さんないかな。回廊にウッドランチャー刺さってんのってドラ系の戦術ぐらいじゃないかな。あんま見たことないんだけどな、ウッドランチャー回廊に刺さってるシーンを。まあ回廊配置って防衛施設が縦に並ぶことがないんですよね。やっぱ真ん中 に横に一列に置かれたりするから、タウンホールに対して垂直に置かれなくてウッドランチャーのウッドのね縦の一直線のラインに並ばないんですよね。防衛施設が重要な防衛施設が並んでるから強いっていうところがやっぱりあったりするんで、まあだからこそねダイヤモンド陣とか
まあダイヤだね。やっぱドラ対策だとダイヤになるんで、ダイヤになったところにウッドランチャーが刺さるからウッドランチャーが流行ったっていう流れ。ああ、スーパードラゴンが強すぎてダイヤモンド配置が流行る。そのダイヤモンド配置が増えすぎた結果、ダイヤモンド配置に刺さるウッドランチャーの仕様が増えた。まあ結果ね、新しいイエティスパビズっていう戦術が生まれた。うん。っていうところだったんですけど、まあ改良配置に対してはやっぱ刺さなかったかな。もっと別の兵器でやったらもしかしたらいけたのかもしれないけど、どっちにしろタウンホールのケアっていうか、タウンホールまで取れなきゃね、かなりきつかったと思うんで、タウンホール、うん、取れるかどうかがやっぱ鍵でしたね。そうなると、やっぱ陸編成だとね、まあどの編成でもそうですけど、中心に行くまでにトーム使っちゃうと、中心行った時にね、高火力でやられちゃいますね。はい、というわけでね、まあとりあえず、初戦は勝たせていただきつつ、まあこれからも対戦続きますので、ぜひご覧ください。というわけで今回こんな感じで止めます。チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。